サンドの飯よりスニーカーが好き。どうもデルピエロ吉田です。さあ今日も始まりましたデルピエロ吉田のスニーカーと NBA ということでですね、今日はですね、久しぶりにアパレルを買ったのでちょっと紹介したいなと思います。今日紹介するアパレルはこちら。はい、代官山のねスタイルさんでちょっとお買い物してきました。早速開けてみたいと思います。はい、まだね着てないんですよね。はい、ビニールとか入ってね、やべえのを手に入れたんですよ、久しぶりに。もう僕のドストライクのものですね。はい、今日紹介する T シャツなんですけども、はい、じゃんと、はい、しょ、ミッチェランデスの T シャツです。イエーイ。ということでこれやばくないですか。はい、ミッチェランデスが代官山のスタイルスのオフィシャルの店ということで、これからも冬もバンバン入るらしくてやばいっすよね。まあね、マジック・ジョンソンのレイカーズのやつと、まずね、1枚目。はい、これ。めちゃくちゃいいっす。欲しかったんですよ、これ。でね、これ結構ね、他にも選手がありまして、まあね、ユーイングだったり、アイバーソン、グラント・ヒル、あ、誰だ、ジェイソン・ウィリアムス、デニス・ロドマンみたいな感じで、結構そうそうたるメンバーの T シャツがありまして、で、これ1個ね、1枚。まあ、ミッチェルってちょっと高いんですけども、まあ、これ6500円ということで、まあ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 、まあ、Amazon とかではあったんですけど、ちょっと迷ってたんですよね。やっぱ物本見ないとね、サイズ感わかんないんで。で、まあまあまあ、これね、マジック・ジョンソンの方は XL ですね。はい。なんかね、結構人気で、全然サイズがなくて、俺 L 買おうと思ったんですけど、なかったんで XL になりましたね。で、まあ初めてね、ここでね、マジック・ジョンソンの話をするんですけども、まあマジック・ジョンソンも、ジョーダンと一緒で、まあ、数々のね新しいものをね、まあ、発明した人と言っても過言ではないかなと思いますね。まあね、レイカーズに入って、まあ、皆さんご存知の通り、まあHIV になってしまって、まあ、引退してしまうんですけども、まあ、マジック・ジョンソンの功績といったらやっぱり、ね、ルーキーで NBA ファイナルに行って、まあ、NBA ファイナル MVP 取るんですよ。これ今のところね、マジック・ジョンソンしかいないはずなんですよ。ルーキーでファイナル MVP とか。で、やっぱりね、身長が高いってことで、身長が高いのにポイントガードをやってるっていう先駆けになりますね。その後にね、まあ、高身長のポイントガード出てくるんですけども、アーファニー・ハードウェアだったり、スティーブ・スミスとか。あと、まあ、ケビン・ガーネットとかもマジック・ジョンソンに憧れて、あの身長なのにポイントガードをやりたいとか言ってたんです、実は。なので結構ね、いろいろ、まあ、レジェンド、今でいうレジェンドたちにもね、やっぱ影響力を与えた選手ではありますね。で、マジック・ジョンソンといえばやっぱり、ノールックパス。ノールックパスを編み出したのはマジック・ジョンソンなんですね。まあ、ギリギリまで相手を引きつけて、まあ、こっち見といて、こっちパスみたいな。まあ、ショータイムバスケットっていうのも確立させたのはマジック・ジョンソンということで、まあ、すごいですよ。まあ、若干ね、フリースローとかが下手くそだってイメージがあったんですけども、まあ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 、大変な選手ってことは間違いないですね。このマジック・ジョンソンはすごいですよ。で、なんで、まあそういう、まあ病気になってしまったかっていうのは、一回島本さんとの、対談でですね、明らかにな、それが原因ってわけじゃないんですけど、やっぱね、プレイボーイなんですよ。もういろんな人にね、声かけて、もうちょっとあったらすぐ、まあ行こうよ。ご飯行こうよ。ホテル行こうよみたいな感じだったらしいんですよ。どうやらマジック・ジョンソンは。なので、まあそういう感じになってしまったんじゃないかなっていう噂がありますね。で、僕はもう一つ T シャツを買ってるんですよ。もう一つ。ここがね。よいしょ。はい、出てきました。これがもう一つの T シャツ。はい、出ました。スコッティ・ピッペン。イエーイ。ということで、これはね、裏もね、ピッペンって書いてあって、はいはいはい。これね、サイズが XL じゃなくて L なんですよ。これは L。で、ね、さっき来たらね、ちょっとね、来た動画をちょっとここ載せとくんですけども、まあ、ぴったしでしたね、L で。やばいですね。ちょっと筋トレしすぎなのかもありますね。ミッチェランデスって結構でかいイメージあるんですけど、なんかちょっと最近僕か、結構ジム行ってて、でかくなってきたんですよ、体が。で、ミッチェランデスの L が全然でかくない体にとうとうなってしまいましたね。はい。で、スコッティ・ピッペンは結構ここでも何回もお話ししてるので、まあ、ちょっと省くんですけども、まあプライドが高かったり、お金に汚かったり、まああとはちょっとお金使いすぎて、自己破産して、まあ2017年から16年にかけて、モアップテンポが鬼のように出たみたいな噂もありますので、で、僕ね、このピッペンと、まあこっちちょっと置いちゃったんだけど、ジョンソン買ったんですけども、本当は、4枚買おうとしたんですよ。その4枚のうち2枚買ってないじゃないですか。なかったんですよ。まあ欲しかったのが、まずはジェイソン・ウィリアムスとデニス・ロドマンがその店になかったんですね。だからね、ジェイソン・ウィリアムスとデニス・ロドマンはちょっともうアマゾンで買ってしまおうかなとちょっと思っております。
はい、ということでね、今日はね、久しぶりにね、買ったんで、紹介させていただいたんですけども、ただ最近、お前スニーカー買ってねえじゃねえかって話になるじゃないですか。そうなんですよ、最近ね、スニーカー買ってないんですよ。なぜかって、全然ね、僕がいいなって思うスニーカーがねえんすよね。まあ簡単に言うと、も今スニーカーズポですよ、ポ、略してスニンポ、もう全然立たないんですよね、本当に。これがね、まあスニーカーヘッズたちの間で噂のスニーカーズ〇〇ポ、はい、略してスニンポ、今その状態でございますが、全然追っ立つスニーカーがないんですよ。なのでね、ただね、8月のまあはちょっとね、欲しいなってものがちょこちょこあるんで、それは絶対買ってですね、ここで紹介したいなと思っております。ということでね、今日はこの辺で失礼いたします。今日紹介した T シャツはミッチ・アランデスのマジック・ジョンソンとスコッティ・ピッペンの T シャツでした。はい。